そこには可愛い命が響き合う保育園があります。福岡市鷹取保育園。玄米、味噌汁、納豆、伝統的な和食で育った子どもたちがキラキラ輝いて見えました。子どもたちは自分たちが飲む味噌汁の味噌を毎月100キロ作っています。和食に変えねっていうことに気づいたっていうのがあります。戦後ですね、日本人が本当に生活習慣病を食らいましたよね。それはなぜかって言ったらね、和食を食べなくなったからですよ。食事じゃないかなっていうのにやっと1歳ぐらいで気がついて、生きているということ、今生きているということ。見終わると子供をぎゅっと抱きしめたくなる、愛するそんなドキュメンタリーです。いうこと、あなたの手のぬくみ、命ということ。野菜の命、お米の命、魚の命、ありがとう、いただきます。